箱ばかりの小さな木造家も、メガネ越しのあなたの瞳はキラキラ輝いてた。それから一ヶ月朝からは生まれるたび生きる世界が違うごめんな私にあなたは優しくしてくれたのでごめん止めるのやめてないのさ私は逃げるの女のこと一度のはパソコンの中のセムレーだ他のゴミ奪い逃がしないで私だけを見ててくれた雨から一ヶ月あなたが格好から飛び出した息を通し始めた別のゲームにあなた